ラグビーの全国大学選手権は、準決勝2ため、が行われ、21年ぶりの優勝を目指すアキラ、マサルと史上初の9連覇を狙う、帝京王が勝つ、決勝に進みました。準決勝は東京の、父旧ラグビー場で行わ、第1試合の名、大体大東文化大は、アキラ、マサルが前半、トン、出身選手を擁する相手、フォワードニス、ラムからトライを奪われるなど、7対1、とリードされて折り返しました。5、2、レッド明治大和バックスの梶村祐介戦が、手のキックをチャージしてそのまま、台につなげるなど5つのトライを奪い、した。明治大和43対21で逆転勝ちし、21年ぶりの優勝を目指して決勝に進み、した。第2試合の帝京マサル対東海大は、2年連続決勝で対戦してきた顔を合わせで、前半、帝京大和バックスの木村智也選手、トライなどで14対7とリードしました。後半も帝京大は、トライ2つを奪って、気泡水一方厚い守りで相手の攻めを終盤、トライ1つに抑えました。帝京大は31、12で勝ち、史上初の9連覇に王手をかました。この結果、今月7日の決勝、